オラジオ Z。 この番組はライトフライスタジオさんより好評配信中のランマチメモリアフレーゼ、略してランメモの情報や魅力をたっぷりお伝えしていく生放送番組です。 MC を務めますディオナヒルテ役の村川理恵です。よろしくお願いします。はい、そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこちら。はい、皆さんこんばんは、レフィーアウィリディス役の木村ジュリです。今日はね、ハロウィン仕様で楽しんでいこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そしてダンメモといえばこの方、ダンメモプロデューサーの野沢さんです。よろしくお願いします。はい、プロデューサーの野沢です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、この番組、うん、なんと放送53回目。そうなんです、53回目、53回目で長いインがね、明日ということで、我々もちょっと、はい、そう、気持ちばっかりのちょっとハロウィン要素が、くまちゃんもね、こうやって、あ、本当だ、ハロウィン仕様ですよ。結構、なんかステッカーみたいなのをたくさん、もうスタッフの方々、あ、こんなところにもいますよ、小さいハロウィンたちが、もう断メモではハロウィンイベント終わったっていうのが、ね、そうそうそう、ちょっとね、季節を先取りしすぎてる感じがね。いや、でももうそんなことよりも、はい、今日は、まあ、もちろんあの情報も盛りだくさんなんですけれども、素敵なゲスト様がね、来てくださっているんです。していただきましょう。はい、進撃の巨人ミカセイクを担当している声優の石川彩さんです。やったー、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 ハッピーハロウィーン。なんか一番の浮かれ役ですけど、はい、皆さんこんばんは、進撃の巨人からミカサーカーマン役の石川彩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、はい、本日は4人でお送りしていきたいと思うんですけれども、なんか石川さんすいません、この場合ちょっとね、いやいやいや、いや僕らはいいですよ、僕らはね当然ねやりますけど、はい、ゲストの方にまでこんな、しかも一番初めて受けてくれてる、やっぱせっかくならね、いやまあそうですね、一番ぽいのつけた一番にこれ選ばせていただきますお似合いだから素敵な、素敵ですよね、これがまたもう今回は、あの、あれなんですよ、あの、断末関連以外の作品の方でゲストに来てくださったのは石川さんが初めてなんですよね。初めて、なんと、そう、ようこそ、ようこそ、ようこそ、まさかね、この新劇、あげあげ、あげあげだこれが渋谷ですかね、ここは違う、渋谷じゃないですよ、ここ平和なハロウィン会場です。そう、だって進撃の巨人コラボをやるだけでも本当にねすごいことなのに、この明日から始まるコラボの前日にミカサ役の石川さんにゲストに来ていただけるなんて、本当ですよ、ですよだぜ。っていうかハロウィンイベント終わっちゃうんですね。終わっちゃうんですね。ハロウィン当日から始まるのが進撃コラボですね。そうなんです。そうなんです。明日からね。そうそうそう。なるほど。そうなんです。ありがたや。なんかこうファッションみたいな。そうですね。先に先取りにファッションみたいな。そういうこと。そういうことなんですね。感じで。そうなんかイケイケですもんね、なんか。ちょっと今日若干プロデューサー感があってちょっと良くないですね。そういう売り方じゃない、そこだけでちょっと皆さんにはちょっとご理解いただいて、はい、本日ばかりはちょっとハロウィンということなので、はい、こんな感じで我々4人でお送りさせていただきたいと思います。はい、お願いします。それではまず、ダンメモとは一体どんなゲームなのか、もちろんね、あの石川さんももちろんですけれども、あのご覧いただいて、いやもちろんだって言って、もしかしたら石川さんをご存知かもしれませんけどそんなね決めつけちゃうそれ台本に書いてないのかなと思ったんですけども、もうちょっとわかんないですけれども、ご覧いただいてる方にもね、もしかしたらちょっとまだわからないという方がいらっしゃるかもしれないので、簡単な説明をジュリちゃんからお願いします。お願いします。はい、ダンメモは原作の大森藤乃先生が完全監修した
小説5000ページ分を超えるオリジナルストーリーが収録されている断末初の本格スマートフォン向けゲームアプリです、はい、こちら豪華声優陣が7万を超えるワード数の全編フルボイスで断メモの世界を彩ります。やり込み要素も盛りだくさんなので、まだプレイしたことのない方はぜひこの機会にプレイしてみてくださいね。はい、お願いします。はい、それではですね、はい、石川さん迎えて最初のコーナー行ってみましょう。はい、はい、教えて断メモ講座。はい、今日はせっかくね石川さんがね、はい、ゲストに来ていただいていて、はい、断面もそう、さっきリージュも触れてたけど、ちょっとご存知ですか？当たり前だよ、バカ野郎。石川さんだぞ。そんな、さっき木村さんの携帯でいろいろ教えてもらいながらだから、すごい教わろうと思って今日さすが、もう一回の方でさすがゲストの石川さん、一緒に教えてください。ぜひ好きになって帰っていただきたいということで、はい、こんな思いを今日はコーナーにしたんですよね。そうです、はい、ということで、ね、今日はね、ぜひ素断面もね、うん、石川さんに好きになっていただきたいということでですね、僕も今日はプロデューサー生命をかけて、はい、命かけて台本に書いて心臓を捧げて、いや、マジですか、いや、今日ですね、なんかね、もうさえのっけからね、コメントでも、ね、野沢さんいつもよりなんかデレデレしてねみたいな。ちょっとどうなんですか？そうなんですよ、ちょっと、いや、ちょっとお仕事ですよ。怒られた。ちょっと落ち着いて、落ち着いてください。落ち着いて魅力を伝えていきましょう。魅力伝えていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、せっかくですので、今日は、そのですね、初めての方向けの実は動画が過去この断メモでもありまして、うんうん、それをですね、ぜひちょっと見ていただいている皆さんと、うん、石川さんと一緒にちょっと見ていきたいなと思っておりまして、見たい、はい、はい、アーニャとクロエの断面も冒険者講座というですね、うん、ちょっと VTR があるので、そちらちょっと一緒にみんなと見ていきましょう、はい、それでは参りましょう、うん、こちらどうぞ。始まるかな始まらないの、力が足りないのかな、始まれ始まれ、始まれ、始めろー、始まりました。断メモが始まった時に、うん、皆さんに見てもらったものなんだけど、そうですね、なるほど、断メモに興味があるにゃ、あるにゃ、そんなおみゃは今日から断メモ冒険者にゃ、そうにゃそうにゃ、仲間たまるアニャクロコンビが断メモ冒険者の心得を伝授するにゃ、覚悟するにゃ、一言でも聞き逃したらお仕置きにゃ、青いお尻が真っ赤になるにゃ。それじゃ早速行ってみるにゃ。冒険者講座1時間目ストーリー。これは何時間目まであるんですか？これ4時間目まで、4時間目まで小説に1000ページ分のオリジナルストーリーがあるのに、一生懸命説明してます原作の大森なにがしの世界が展開中なのにゃ、その大森なにがしに頼めばいいのかにゃ、それからにゃんとフルボイスでお届けするにゃ、それフルボイスっていうのがね、断メモの本当一番のポイントです。なるほど、はい、冒険者講座2時間目、オラリオ、あの敵のニャたちが住んでるオラリオの街でいろんなことが言ってますね、フルボイスでパーティーメンバーを入れ替えたりアイテムを購入したりできるにゃ、白髪頭のお尻を眺めてるね、さっきちょっとそうですね、はい、楽しみにゃ、冒険者講座3時間目、3時間目、早いバトル、バトルありますよ、本格 RPG バトルにゃ、技や魔法を選んでモンスターをやっつけるにゃ、ド派手な必殺技もあるにゃ、ド派手な必殺技もあります、もちろんにゃ、アシストキャラで登場にゃ、ザギルにゃ冒険者講座4時間目交流モード、交流モードはアホにゃ、開発者は何を考えてるにゃ、めちゃくちゃ文句言ってる、開発者はアホって言ってるにゃ、そんなことしていいのかな、いいわけないにゃ、タッチができるんですね。
触るとこう怒られたりする。怒られてます。ベルさんにスケベみたいな。まだレベル1の仲良し度が徐々に出てくれたりする。あ、そういうことですね。店をずる休みしたらミヤ母ちゃんにお尻を真っ赤になれるのにゃという。メモリアフレーゼ、はい、そんな感じのね、ゲームになってるんですよ。はい、ちょっと懐かしさも僕らありましたけれども、ありましたね、私たちはね、そうですね、こんなゲームになっていまして、さらにですね、ちょっとせっかくなので、団町のメインキャラたちをちょっとおさらいしたいなと思います。この機にメインキャラってせっかくですからね。メインキャラをちょっとおさらいしたいなと思っておりますので、続いてこちらどうぞ。ドン、団町のキャラクターとね、あれ、いや、まあ、メインキャラ、メインキャラ、まあ、あれちょっとなんか、そうだな、なんか忖度入ってますけど。いや、そんなはずないですね。忖度が忖度されてる。いや、まず一番左はね、おなじみの主人公のベル君ですけど、ベル君が本当にとてもね、いい性格でね、いい子なんです、本当にいい子なんです、このベル君が本当こう成長していく物語が本当に団町の一番の見どころですけども、このベル君と、そしてそのお隣、ヘスティア様、神様のヘスティア、これ有名な、あのね、例の青いね、紐でも有名なヘスティア様ですけども、話題になりましたもんね。このベル君とヘスティア様がこう一緒に住んでて、このヘスティア様のファミリアにベル君が唯一入っているということになっています。そしてその真ん中お隣が、アイズさん、オラリオでも一人を争う強さをね、誇る強い剣士ですけれども、ベル君は、主人公のベル君はこのアイズさんにめちゃくちゃ憧れを持っている、ね、この、まあ、三角関係みたいなのがね、お話の一番こうレフィーア入れて四角関係、すいません、キャラさん、すいません、メインキャラなんですか。そんなこと言ったらティオナだってそうですよ。アイズのことめっちゃ好きだし、なんだったらベル君、ベル君のことも今日はとんでもないよ。そう、とんでもないです。そうね、レフィーア・ウィリディス、はい、レフィーア・ウィリディスは、私が演じさせていただいてるんですけど、アイズが大好きな女の子です。まあ、メインキャラかって言われるとメインだよ、メインだよ、ちょうどソードオラティアっていう概念ではね、うちらもメインキャラだからね、そっちのメインですね。ありがとうございます。その前のね、1周年の断メモのね、ワード数ランキングだと、なんと、なんと、まさか3位でした。2位でした。2位だった。あー、すごい、忘れてた。2位でしたよね。2位とか3位とか、なんか割と上位にいましたけど、そう、ちょっと待って、何ですか。2位だった、あれ3位だったっけ。3位だったかな、3位かな、2位か3位、ヘスティアが2位か。いや、なんか意外と喋ってて驚いたんですよ。いや、そうなんですよ、2位か3位だったのは間違い、1位はベル君なんですけど、まあまあ主人公ですからね。っていうぐらいレフィーアはすごい喋ってる。すごい、でもそれを考えるとめちゃくちゃ喋ってるんだね。めちゃくちゃ実は断末のメインではないけど、断メモでは頑張ってるかもしれないですね。そしてそのお隣が、ちょっとその肩書きはちょっと何もないないんですか、ティオナの肩書き。あるティオナだから、ティオナ7位、え、すごい、断面もね、断面もない、7位、すごい、断面もないワード数ランキング7位、7位、すごい、すごい、ティオナ頑張ったな、頑張ってるティオナすごいですよ。ロキファミリア内でもね、上位ですね、これね、ロキファミリア内でも全体で7位だったら、ロキファミリア内で3位、やるじゃん。レフィーア、アイズ、ティオナ、それはすごい、ここに集まってんじゃん、よかった、メインだ、メインだ、集まってないな、何よ、言ったんだよ、忖度じゃないって、やったやったや、すいません、石川さん、大丈夫でした、ドキドキしちゃいました。そうでしたよね、すいません、なんか、すいません、大丈夫でした、純粋なこの、純粋なメインキャラでした、はい、そうか、よかった、よかった、ということでね、はい、多分、石川さんにも、今の情報で相当断末のことを理解していただいて、もそうかな、薄いそうだけでしたけどね、まあ、なんとなくは
じゃあ、早くですね、メインキャラもちゃんと分かりました。そうですね、ありがとうございます。とりあえず押さえていただければ、よしよし。はい、はい、じゃあ、はい、いいですか、こんな感じで。天の座先生、ありがとうございます。以上、教えて断メモ講座でした。はい、続いてのコーナーに行く前に一旦 CM です。どうぞ。エレン、ダンジョンに出会いを求めに行くぞ。何言ってるんですか。俺は大真面目だ。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っていない。よくわかりませんが、多分間違ってますよ。間違っていない。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。メモリアフレーゼ、進撃の巨人コラボ開催。いいかエレン、出会いを求めるか求めないか、まあせいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。俺はダンジョンに入ってとにかく出会いまくりたいです。ほう、悪くない。間違ってるのか。準備はいいですか、神様。劇場版ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。オリオンの矢。続いては皆さんお待ちかね、進撃の巨人コラボ徹底紹介。ですね、このコーナーでは明日から開催予定の進撃の巨人コラボを徹底紹介していきたいと思います。はい、野沢さんよろしくお願いします。はい、では、うん、いよいよ始まります進撃の巨人コラボ、はい、進撃の迷宮都市と書いて進撃のオラリオをですね、うん、今回は徹底紹介していこうと思います。はい、ではまずはこちらのバナーをご覧ください。どうぞ。出ました、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、メモリアフレーゼと進撃の巨人ですね。このコラボかなりこうちょっとロゴもね、熱いたぎる感じになっておりますけれども、じゃあ今日はもういよいよ明日に迫ったということで、実際のちょっとゲーム画面も皆さんと一緒にご覧いただきたいなと思っております。はい、でははい、はい、ちょっと準備しますので。どんな風になってるんでしょうね。さあどうだどうだ、ゲーム画面いかがでしょうか。ボイスも撮ったしな。大丈夫。おー、気になる。ありましたか。これはこれはいけるかな。はい、では準備できたようですので、ゲーム画面いきます。最初はですね、いつも皆さんおなじみのホーム画面オラリオの様子をちょっと見たいと思うんですけど、ゲーム画面に切り替え、あ、切り替わった。ほら、いつものね、皆さんちょっとベル君の、ね、衣装がね、ちょっとあれですけど、あ、確かに、あれなんかちょっと、あれなんか、あれ、え、疲れ目かな、疲れ目、なんか虫飛んでるとかなんかね、あれありますよね、あれ、そうなんですよ、ちゃんと言ってたのかが、クッション、ちょっとね、仕事しすぎたのか、なんか、後ろに行こうってなんかいるな。なんかいます？なんかいるな。なんかいる、なんかいる、いやー、なんかいる。ベル君気づいて、やばいよ、ベル君気づいて。ちょっとね、みんな焦らなすぎでしょ。本当ですよ、もうこの状態結構もうやばい。いや、そう、もうマッチ壊滅ですよ。これ石川さんの視点から見てこれやばいですよね。もう相当やばいです。本当にハンガバ行く時ですよ。みんな平然と過ごしてるけど、嘘。やばいんですよ。ガネーシャ喋りかけてみませんか。ガネーシャ、ちょっとガネーシャ、ガネーシャどんなテンションでいるんだろう。焦ってるかも。俺がガネーシャ。言ってる場合じゃない。言ってる場合じゃない。後ろも終わったし。あ、レフィエイだ。近寄らないでください。近寄らないでください。怒られちゃった。これはもう、いつもの通りなんでね。いつもの通りですね。しっかりとね。ライバルなんてね。ちょっとね。あ、もうそれ。めっちゃ近いじゃん。やばい。やばいよ。すぐそこにおる。やばいやばい。
ね、でもなんかじっとしててくれますね、あの巨人さん、ね、空気読む、空気読んでくれてる、空気読んでる、でご覧いただいている通りですね、ちょっとなんかあーみたいな、なんですか、なになに、あれ誰誰誰誰誰、ちょっとスローモーションで、ちょっと皆さんぜひスクショして、エレンかな、誰か確かめてほしい、男の人っぽいですけどね、ちょっとミカサ出てきて、あれ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 ミカサじゃない、わかんないな、いやちょっと待って、これ野田さんでもわかんないんですよ、ちょっとね、あのみんな自由すぎて、そうなんですね、結構動き早いんですよ、でもなんかちょっと今そうですね、ちょっと2倍っぽかですか、ですかね、みんなこう今ちょっとね戦闘を繰り返しているところなんですけど、機械起動早いですからね、そう早いですからね、確かに、ほらところどころいるんですよ、いるな、巨人の種類ありますね、種類あるんですよね、確かにですね、でさらにちょっと、うん、あの奥の方ちょっとね、ちょっと見ていただきたいんですけど、何ですか、この奥の方に行くとですね、ほいほいほい、まだなんか、あの超大型巨人が、あの円形に見えてるんですよ、やばい、皆さん見つけました、これね皆さんちょっと注目してていただきたいんですけど、あの超大型巨人はゆっくり移動してるんです、急になんか田舎を順次ほらあの鉄塔に近づいてるんだよ、あの塔に、えめっちゃゆっくりじゃない、塔にほらさっきまで塔から離れてたのに、ほら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 来てるよ。待って、すごい、何それ、すごい細かい、すごい細かい、あれなんかノートルとかありますよね、なんか上々に動くやつ、あれですか、ほら来てます、来てます、どこが変わったでしょうかみたいなね、ほらほら鼻の前に出てきたよ。待って、ゆっくりすぎ、ゆっくりすぎはしませんかこれ。ちょっと控えめですね。確かに。ベル君、こう心臓捧げる。心臓捧げる。嘘。ポーズしたよ今。嘘。本当？ちょっとじっとして。心臓捧げよう。ほらー。捧げた。めちゃくちゃ遊びがありますね。ねこれいいですね。いろいろね、すいません。だいぶ細かいね、作りに。力入れるとこ間違ってない。い本編も相当ですよね。そうなんですよ ね、 すよね。この具合で見ると。ということに、ね、なってるんで、うん、ちょっとぜひホーム画面も皆さんね、要チェック。じゃあ合図も捧げるのかな。ね、ちょっとね、確かにどうなるのか楽しみじゃないですか。ぜひゲットしたい。ぜひ皆さんね、ちょっとやっていただけると嬉しいなと思ってるんですけれども、はい、で続いて、ちょっとですね、ストーリーももう明日ですので、はい、ちょっとご覧になってる皆さんと一緒に、はい、先出ししちゃおうかなと思ってます。やったー。じゃあちょっとイベントページの方に行きまして、はい、ではこれ一応ストーリーがですね、1の1からもちろんあるんですが、今日はちょっと先取りして1の4、こちらをちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、わかりました、はい、それではよろしいでしょうか、はい、行きましょう。あ、ごめんなさい、その前に先ほどのあのホーム画面なんですけど、はいはい、あれは、明日中に皆さんのゲーム内も変更される予定です。なるほど、はい、明日のちょっといつになるかはちょっと時間がまだ定かじゃないんですけど、明日中に変わる予定ですので、じゃあ今の間にかね、巨人が現れてるってことね、そんなことが楽しみだな、はい、明日楽しみにしていただければと思います。はい、ではストーリーの方に参りましょう、はい、急に開幕、突然の開幕巨人、うわ、ベル君と出会ってしまった、僕を食べようと、それにあの巨体で早い、丁寧に説明してくれてますね、わかりやすい、わかりやすい、おこれはギャップがすごいな、魔石がない、魔石がない、魔石がない、魔石が埋まる胸をつけば倒せるはずなのに、胴体を切っても頭を攻撃しても効果が、これはモラリオ勢ちょっとピンチですよ、ピンチですよ、戦ったことのない怖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 い
こんなのどうすれば。そうじゃん、どうすんの。えバッシュー、バッシュー、バッシュー。そこの前伏せろ。この声は、この声は、おおー、ハロウィンよりホラーじゃんってお前大丈夫か、怪我してんじゃねえか。来たベル君。いえ大した怪我じゃん。この人たち一体、確かにあんなモンスターをあっという間に倒すなんてただものじゃない。それにこの格好、冒険者じゃない。ということは一体本当か。ちょっと見せてみろ。どういうこと？エレン離れて。この少年は警戒感が、ああすごい、やっぱちょっと異物感が、ね、もちろんありますからね。髪色変ですからね、この人。確かにあなた二人とは違う匂いがするもん。めっちゃ怒ってますもん。めっちゃ怒ってます。ミカさん、何お前いきなり。見たところ調査兵団ではない。なのに壁外にいるなんておかしい。この人物はとてもおかしい。私たちが壁外活動をしていた時は確かにいなかったはず。どうやって壁外に出たの。そうだそうだ。ちょっと待ってください。何を言ってるのかさっぱり。なんだと。まだ世界観がね。そうですね、混じり合った世界観が結構してるんだ。なるほどね。ミカサ巨人だ、囲まれてるぞ。問い詰めんの後にしろ。おいお前。はい。調査兵団じゃないなら死ぬ気で木によじ登れ。食われるぞ。木よじ登る、食われる。また否定してる世界が。行くぞ。巨人は一匹残らず駆逐してやる。かっこいい。シュー。飛びますね。これは気になる、ね、気になる、はい、すごく気になりますね。いいところで終わりましたね。いいところで終わりましたね、はい。このようなちょっと冒頭に、ね、はい、なっているということで、どのタイミングでね、あの服をベル君たちが身にまとうのかとか、のかね、どうなったら着るのかな、この後ね、確かに着るのかな、どうなるのか、なるのか、ね、楽しみですけど、はい、うん、ちょっとこの先ちょっとみんなの絡みがね、はい、ちょっと気になる展開になっておりますが、はい、はい、うん、ということで、うん、気になってきたところで、はい、この、キャラクター、うん、ね、うん、ここまで何週にもわたってですね、うん、あの進撃のコラボに出てくるキャラクターをご紹介してきたんですが、はい、まだお披露目していないのがそのステータス。ああそうなんですよ、大事なやつですね。大事なやつです。大事なやつ。なんか噂によるとすごく強いらしいと、うん、あれ？聞いてますよ。あら？あらあら？それ人類最強の男とかいますからね。そうなんです。うん、そうなんです。ちょっと強いな今日おかしいですよね。それちょっと世界観ちょっとね、大事にしてほしいなって思ってるんですけど。こうやって進撃の巨人側の方がおっしゃってるんですから。そうですよね。期待してますよ。どんな魔法かなステータスじゃん。そうですね。はい。じゃあキャラの方紹介していきましょうか。はい。はい。ではこちらも。はい、うん、こちらもですね、楽しみだな。まだ私たちちゃんと見せてもらってないんですよ、うん、そうですね、うんうん、はい、大丈夫かな、どうかな、期待をやっぱ裏切らないでほしいですよね。そうですよね、なんだってコラボキャラですから。そうですね、はい、はい、ここでしか手に入らない。そうだそうだ、ゲーム画面を見ていきましょう。そうだそうだ、サンデタ、お、来た。今回ね、というわけで、ガチャに出てくるキャラとしては冒険者がベル、アイズ、ミカサ、リヴァイとなってますね。でエレンの方は、ログインするだけでもらえる冒険者になってます。そしてアシストキャラとしてアルミンと巨人化したエレンが
うん、登場するということになってますんで、ちょっと、一人ずつね見ていきたいと思います、はい、じゃあまずは皆さん、ね、ダンメモの、ファンの方にはおなじみのベル君ですね、うん、見ていきましょう。ベル君もご覧の通り立体起動装置を身にまとったベル君がね出てますけども、はい、じゃあ性能を見ていきたいと思います。魔法攻撃型なんですね。ベル君魔法攻撃型なんですよ今回。なるほど、はい、なので魔力と敏捷が高い、どちらも SS になってますね。じゃあまず、スキルの方を見ていきたいと思いますよ。はい、まず必殺技は、敵全体に超強威力の風属性魔法攻撃ですね。で、技の方に行きますけれども、ブラストエッジは敵全体に弱威力の風属性魔法攻撃しつつ、わー来たこれ、4ターンの間、風属性攻撃ダメージを 60% 上昇、属性をね強化してくれる技を持ってます、はい、うんうん、続いてウィンドストーム、敵全体に強威力の風属性魔法攻撃ですが、技発動時のみ魔力上昇しつつ、3ターンの間敵全体の風属性耐性を 20% 減少。そうなんだ、結構風属性のキャラいっぱいいるんですよ、うんうんうん、ダンメモの世界には。そうですね、なんで他のキャラとも組み合わせたらすごくいい気がします。そう、結構使えちゃうと思います。使えるところある気がする。はい、で最後ゲールホースは敵全体に注意力の風属性魔法攻撃しつつ、うん、3ターンの間味方全体のクリティカルをアップ。おー、いいなこれも、はい、というキャラクターになっていまして、まあ、なかなか風属性として、ね、使いやすい。そうですね、あれですね、ベル君が風属性っていうのもすごく珍しいというか、いつもあ、ね、あのファイヤーボルトっていう炎の技を打つんで、はい、火の、あの魔法とか光魔法とかのベル君はいたんですけど、そうですね、風って初めてな気がしますね。そうですね、はい、このあたりも今回の特徴になっています。はい、はい、で続いてアイズ、アイズ、うん、アイズもねちょっと可愛らしい、うん、可愛いこの声、うん、はい、しかもマフラー巻いて、そうですね、うん、はい、アイズですが、アイズさんは物理攻撃型、はい、アイズの方は魔法ではなく物理になってますね、なので力が高く、敏捷高いキャラになってます、はい、では技の方を見ていきましょう。必殺技は敵全体に超強威力の風属性の物理攻撃ですね、はい、で、技の方はまずエアコンビネーションが敵全体に弱威力の風属性物理しつつ、4ターンの間自分の風属性ダメージを 60% 上昇、これは、ね、はい、ベル君と、ベル君と一緒だ、はい、全く同じになってます。でその上でトルネードブレイク、これは敵全体に強威力の風属性物理攻撃、技発動時のみ力を上昇と、うん、はい、全体の強威力の、攻撃を持っています。しかも発動時にのみ力を上昇って強いってこの前学んだよね、リュウショウ。はい、そうだな、そうそうそう、皆さん強いっていう話でしたよね。そうだな、そう、強いんですよ、リュウショウが強そうだな。そうそうそう、確かに。でさ、次のがめっちゃ気になるんですけど、次のがね、これでかいんですね、リベレーションサイコ、これは強い、敵全体に強威力の風属性物理攻撃しつつ、3ターンの敵全体の全体攻撃被ダメージを 15% 増加ということで、ちょっと文章的にね日本語難しい感じになってますけど、そうですね、全体攻撃をすると、うん、まあ被ダメージが 15% 増加ってこと、とにかく全体攻撃をすると敵にいっぱいダメージ食らわせられるよと、うん、最近、はい、多いですね、アシストのこういう全体攻撃に関する、ね、そうなんです、技を持ってる、スキル持ってる人もいるし、はい、でも今回初めてじゃないですか、ダメージを増加させるっていう、冒険者では初めて、冒険者では初の、はい、となっておりますので、はい、これはベル君と組み合わせてもすごく良さそうですね、非常に相性いいですね、はい、ただその魔法攻撃と物理っていうところの違いがあるので、 そうか、はい、そこら辺をどういう風にね組み合わせるのかっていうのもまた一つポイントになってきます、うん、なるほど、はい、ではお待ちかね、続いてミカサ、お、はい、ドキドキ、ミカサこんな感じだね、お、はい、デザインになってます。なかなか見ない、なんかこの形ですね、後ろから、はい、お尻が割とプリント、ここ多いですね、可愛いですね、いいお尻してます。そうですね、ちょっとあのミカサのひょうひょうとしたね、うんうん、雰囲気は確かに出てるかと思いますが、余裕感もありますね。そうですね、どうですか、
石川さんから見てこのデザイン、なんか断末さんの方にこう寄せてるじゃないですか、はい、あ、そうですね、はい、なんかよりなんか、あ、ミカサの15歳感出てるみたいな、あ、ちょっと若返った感があるなって思いました。確かにそうですね、そうなんです、可愛いって思います、はい、全体にね、その絵のデザインとして断末のね、うん、デザインにこう寄せた進撃のキャラクターたちもなっているので、うん、まあ、そういう意味では確かにいつものね、石川さんが見ているキャラと少し雰囲気も違うかもしれないですけど、うんうん、でもこれはこれですごい可愛いです、はい、うん、ありがとうございます、はい、というミカサですが、訓練では主席、ね、訓練兵主席のミカサカマ、だって主席っぽいステータスもしてますもんね、力強いもん、ステータスからもう分かっちゃう、ね、はい、ミカサも物理攻撃型になってます、うんうん、ではちょっと、スキル見ていきましょう、強さ出てるもん、はい、まず必殺技が立体機動連撃というわけで、敵単体ですね、単体なんだ、敵単体に超脅威力の闇属性物理攻撃、闇属性です、で技発動時のみ力を上昇してくれます、うん、続いて技側転斬り、強いやつ、敵単体に弱威力の闇属性物理攻撃、さらに4ターンの間自分の力を 75% 上昇、75%、 ほぼ自分に、ねね、ほぼもう上がってますね、めっちゃ上がってほぼ100上がってる、ほぼ100上がってます、ほぼ上がってます、でさらに次が恐ろしいことに上り斬り、敵単体に注意力の闇属性物理攻撃数、さらに4ターンの間自分の闇属性攻撃ダメージを 60% 上昇、強い、わかりますか、これ何パーセント上がったってことですか、自分の力を 75% 上げつつの闇属性攻撃を 60% 上昇ってことで、未だかつてない力を自分で上げつつ属性攻撃の方も上げちゃうっていう、ちょっととんでもないキャラクターが登場しております。これの前にやってたハロウィンイベントは割と闇属性のキャラとかアシストとかいっぱい出て、敵の闇属性耐性を下げるアシストとかもみんながゲットできるような感じでいたので、すごく相性がいいですよね、すごく相性がいいです、めっちゃ強い気がする、めっちゃ強い、やった、そして連撃、敵単体に脅威力の闇属性物理攻撃しつつ、さらに敵単体の魔力上昇効果解除ということで、これはもう今後のね、ボスキラーというか、魔法を使ってくるね、そうですね、特にリベリアとかね、ボスキャラにはめちゃくちゃ有効なキャラクター、よし出ました、ありがとうございます、よし解除いいですね、ありがとうございます、いやこれは強い、もうこれはね強いですよ、やっためちゃくちゃ強い、でさらにこれだけじゃない、何ちょっとね、この発展アビリティをちょっとずつ上に送っていくと、きた、ジャイアントキラー、巨人系の敵を攻撃する際に使用するアビリティ値が 50% 上昇、強い、まあそりゃね、ミカサですから、確かに、なるほど、でも今回ジャイアントキラーに決まってるじゃないかと今回のイベントで ね、 ね、そりゃ巨人どんどん出てくるでしょうから、う、うん、巨人系の適応に有効に決まってるんだろうということで、決まってるけど、そうですね、ジャイアントキラーですよ、はい、これはいろんな場面でね、相当使えるんじゃないかという、ゴライアスさん涙目て、そう、うちにも巨人がいるんですよ、ちゃんと、そうなんです、巨人さんいるんですけど、そう、そのゴライアスさんにも使えるんですか、使えます、使える、すごい、強い、巨人だから、巨人だから、あ、このコラボで終わらないんですよ、そうですね、確かに、の今後の活躍のフィールドは、ね、ずっと使い続けてもらえるってことですね、そうですね、強い、そういうことです、そういうことです、めちゃくちゃ強い、やばいです、はい、というミカサ、はい、でもまだいますもんね、まだいます、人類最強いますもんね、さあ来てしまった、この時が人類最強リヴァイ、もう2つなてが通りながやばいですよ、人類最強だ、人類最強リヴァイですよ、やばい、すごいすごいすごい、この余裕のある表情、余裕ありますね、いいですね、ですね、この冷めた感じのね、はい、CM ではあんなことになってましたけど、何言わせてるんですか
すいませんでした。いやもうでもミカ、はい、ミカサからするとエレンが間違ってないですみたいな、うん、男女に出会い求めるの間違ってないですって言ったらもう激おこです。やっぱりそうですよね。あれ激おこでした。はい、あれはね、あコメントでも相当あのエレンが出た後に皆さんからえミカサはミカサがあの後絶対大丈夫皆さんちょっと審議がさすがねご本人からもいただきますね、はい、よかったよかったお叱りの声お叱りのお言葉ね皆さん言ったこと正しかったということで正しかったですね証明されたんで、うん、ですね、どうなんだろう、はい、キルが気になりますけど気になりますリヴァイ色々と見ていきましょうリヴァイは物理攻撃型です、うん、ね、うん、力が強いもちろん敏捷も高い、ね、というキャラクターになってますが見ちゃいましょうか。まず必殺技立体高速攻撃、敵全体に超強力の闇属性物理攻撃技発動時のみ力を上昇、そして好き技ですけど水平斬り、敵全体に弱威力の闇属性物理攻撃しつつ自分の闇属性攻撃ダメージを 75% 上昇、切り上げ、敵全体に注意力の闇属性物理攻撃しつつ4ターンの間自分の力を 60% 上昇、闇属性を上げつつ自分の力を上げつつ敵全体に攻撃をしてしまう強いリヴァイ、そして逆手回転斬り、敵全体に脅威力の超高確率カウンター深い闇属性物理攻撃、いいですね、ということで、うん、もうとにかく自分で自分の力を上げまくってですね、うん、さらにカウンター負荷の全体強攻撃を仕掛けるというですね、すごい、もうとにかく強い強い人類最強の名を欲しいがままに欲しいままにねしていますね、これはしてますね属性は違うけどさっきの合図と組み合わせると全体攻撃がいきますよね。これはやばい、めちゃ強い、これはカウンター負荷本当に、ね、人類最強の名にふさわしい、うん、ちょっとキャラになってますよ、強いな。そしてそしてもちろんミカサがあるならもちろんそりゃあね、やばいな、そりゃ兵長だって持ってるでしょ、そりゃそうでしょ、ミカサ持ってたらそうでしょジャイアントキラーですよ、巨人系にね、めっぽう強い、強いよわけです、さすがです、はい、ということで、うん、そうあの闇属性キャラね結構いるので既存のキャラでもクロエとかね、昔いた少女リリーとかね、うんうんうん、もうかなり組み合わせるといいのではないかなと思います。レフィアとか、あでもレフィアは魔法だからそこまで、そうですね、はい、うまくちょっと組み合わせを考えていただけると嬉しいなと思います。そして今回はガチャではなく配布キャラになっているエレン、でもステータス見る限りかなり強いですよね、はい、そうですよ、でエレンはねこんな感じの、はい、デザインになってます、自由の翼、エレン・イエーガーですが、はい、では力がねやはり強い物理攻撃型になっているエレンですけれども、はい、配布キャラとはいえこちらもかなり強くなってます、ね、かなり強い、はい、まず必殺技、高高度機動制御、敵全体に超強威力の風属性の物理攻撃です、はい、で続いて技が飛び込み斬り、はい、敵全体に強威力の風属性物理攻撃、でその後集中攻撃4ターンの間自分の力を 65% 上昇し 20% のヒットポイント治癒付与ということになってますね、はい、で最後真っ向切りで敵単体に脅威力の、高確率クリティカル風属性物理攻撃ということで、結構ですねバランスのいいキャラになってます。回復もできて、はい、自分でそうバフもかけられて、そうなんです、全体も単体もいけるってすごいですね、はい、そうなんです、なので結構これをね集めていただいてちゃんとですねエレンを、ご突していただくと相当ねこういろんな場面で使えるキャラになると思います。風属性物理も持っているので、キャラの組み合わせによってはね、
非常に有効な、キャラクターになると思いますので、ぜひぜひ皆さん、使っていただけると嬉しいなと思います。はい、お願いします。はい、というわけで、まだあるまだあるまだあったまだアシスト気になります。アシスト、さあこちらは冒険者ではないですがね、その人気のアルミン、ね、アルミン頭脳明晰アルミンアルレエルトですが、はい、ちょっと噛んじゃいました。アルベルト、アルベルト、言いにくいです。アルミンアルベルト、アルミンアルベルト、はい、ありがとうございます。どういうことありがとうございます。ね、アルミンもう、アルミンもね、あの今回アシストキャラ誰でしょうってあのね、見てくださって皆さん聞いたら、皆さん全員アルミン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 ってもう予想通り来ました。やっぱアルミン人気ですけども、アルミンの足、アルミンは敏捷が高いキャラということに今回なんですね。他はバランスがすごくいいですよね。そうですね、バランスのいいキャラ、どのキャラにも使えそう、使えますね。はい、魔法キャラにも、物理キャラにも使えるキャラクターになっています。ではアシストスキルを見ていきましょう。アシストスキルの方は、優れた鑑識ということで、敵全体の力を減少させつつ味方全体のガードを上昇っていうことで、まあかなりね、頭脳明晰なことによってこういろんな作戦がね立てやすい感じになってますね。力減少してガードを上げるという、結構なんていうんでしょう、地盤を固めるようなね、キャラになってますんで、はい、こんなアルミンです。どこにでも連れていけそうな、そうですね、はい、キャラになってますね。そして最後、お出ました、エレン巨人、この制御不能、制御不能、エレン巨人ね、こんな感じになってますけど、はい、やっぱりね、巨人なんで力が、力強い、相当強くなる、強い、エレン巨人ですが、これはアシストスキルちょっとなんか変わったのがね、来てくれると面白いと思うんですが、どんなのが来るでしょうか、見てみましょう。ドン、巨人の方向、敵全体に気絶付与、まあ巨人ですからね、気絶ぐらいさせるでしょう。でびっくりして、ね、確かにこれ出てきたらわーってなりますからね、驚きのわーってからでかい攻撃のじゃなくて驚きのわーってそっちの方だったんですねですね、気絶付与し敵全体の物理耐性も下げると、結構ねこれはいろんな場面で使えると思いますよ。はい、なかなかウォーゲームとかだと、はい、今ってこういろんな状態異常がこうはびこってるんで、気絶だけをこう、はい、メタってこう対策ってなかなかピンポイントで対策立てづらいから、気絶って特に、そうですね、すごくいい気がします。はい、ちょっと高烈から出てきたりするとね、そうですね、後ろから出てきたらいやらしい感じしますね。いやらしいですね、途中で気絶させられたりして、しかも 45% って結構な確率高いですよね。はい、高いですね。これはこれでちょっと楽しみかと思います。はい、はい、というようなラインナップで今回、すごい強そう、はい、うわ、進撃、はい、コラボキャラが、ね、強いです、明日登場するということになっておりますので、はい、ちょっと楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、では、この後はおなじみの、必殺技を、待ってました、ちょっとみんなで見たいかなと思いますので、ちょっと準備をしております。はい、少々お待ちください。今日もサンドバッグになってくれるのはうちが誇る巨人さんですかね。今日もですね、ちょっとあのお相手は、お相手はいつものあの方に、はい、出ていただこうかなと思っております。そうなんです、いつもボコボコにされてるんですこちらの巨人ですね、こちらの巨人は、こちらの巨人、そうですね、はい、そうなんですけど、はい、だって今回ジャイアントキラーついてるんで、そうですね、どれぐらいダメージ出るのかめちゃくちゃ気になる。そうなんだ、ちょっとただいま準備をさせていただいておりますので、収録とかどうでした石川さん。いや、なんかそうですね、
一番最初にデータで、まあ、あの台本ですっていただいて、うんうん、なんか結構な量で、そうですよね、結構な量ですよね、断面もの台本って、まあ、これ全部印刷するのかなみたいなそのぐらい結構あのコラボの、はい、あのアプリゲームとのコラボのイベントにしては結構な分量、はい、まあ、自分が喋ってないとこもありますけど、はい、全部合わせて結構なストーリーだなって思いました。そうなんです、そうなんです、ありがとうございます、うん、いつも皆さんにちょっとね台本が重いって言われてドンってきますよね、ご迷惑おかけしてるんですけども。いやいやいや、でもいろんなキャラ出てきますもんね、はい、そうですね、演劇側も、はい、そうなんです、実はね、キャラも豊富なんです。結構、あ、このキャラも出てくるんだと思いました。そうなんです、あ、思いました。思いました。うまいですね。今の、今の、いや、思ったことを言ったんですよ。いや、でもそうなんですよね。さすが。実は今紹介したキャラ以外にも、うん、ストーリーには実は登場してくるね。うん、そう、キャラが何人かまだ。なるほど。楽しみ。楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。はい、では。準備が来ましたのでご覧いただきましょう、はい、はい、ではゲームの画面の方お願いします。こちらが、お、はい、今日はですね、この進撃メンバーの必殺技をね、ご紹介したいと思います。はい、エレンとミカサとリヴァイの必殺技をね、早速ご紹介していきましょう。お、どんな感じなんだろう。はい、じゃあちょっと必殺技を打つときに各キャラクターともにちょっとセリフをね、発してくれますんで、ぜひね、あの耳を澄まして聞いていただければと思います、うん、では必殺技参ります。消してやる。あ、すごい、やらずたに削いでやる。あるといえ8万近く。そうですね。ねえ、リヴァイさんはこれはかっこいい。かっこいい。かっこいい。すごい立体軌道を使って攻撃してる感が、そうですね、ありますね。めちゃくちゃありましたね。すごい。使いたい。これはちょっとね、皆さんご自身のね、うん、画面で、そうですね、ぜひ確認いただきたいなと思います。ちょっとご覧いただきたいですね。はい。かっこいいな。かっこいい。よかったですね。というわけでね、はい、はい、ちょっとゲーム画面での紹介はこんな感じでなっております、はいはい、ではまだまだちょっとねご紹介したい情報がたくさんありますんで、お伝えしてまいりましょう。ではまずはじめに、こちらです、どうぞ。はい、7日間毎日11連無料ということで、ハモっちゃった。そうね、そうね、びっくりすぎてハモっちゃった。ハモっちゃうくらいには驚きですよ。ありがとうございます。本当ですか。間違いじゃん、なんか1個多くないですか。そうですね、そう、1日1回なんと11年無料なんです。そう、これはもちろん進撃のコラボキャラも出るっていうガチャなんですよ。出る、もう出せと言わんばかりに、出せと言わんばかりに確かに、そう、もちろんそうですね、す進撃のコラボキャラも出るし既存キャラも出ます、うん、はい、というね、ものになっておりますので、チャンスですね。チャンスです。7日間で、毎日11連なので77円、すごいよ。毎日ログインしていただければ77連できることになりまして、明日からです。明日の11時からスタートですので、ぜひ皆さん引き忘れのないように、ね、よろしくお願いします。ここから始める人にもいいですよね。そうですね、確かに。そうそうそう、今回ね、この進撃の巨人コラボでこう始めていただいた方たちもね、ぜひこれ回していただけると嬉しいなと思ってます。いいですね、はい、はい、じゃあ続いてこちら、はい、進撃の巨人コラボ期間中ログインで、星4自由の翼エレンをプレゼント、ということでね、先ほどからご紹介もしておりますが、はい、エレンをねログインするだけで、プレゼントということになっております、はい、さらに続いてどうぞ、冒険探進撃のオラリオのステージをすべてクリアで
星4 G の翼エレンの絆が5個手に入りますということで、こちらですね、いつもはいつもと違うのは、結構周回を ね何回もしないと、この絆がね5個、絆をこの断面もはですね、5個手に入れると、一番強いところまで、成長させることができるんですけども、今回ですね、この5個手に入れるのがステージをクリアするだけでゲットできるということなので、ぜひ皆さん、強いエレンがゲットできる、ゲットできますので、ぜひゲットしていただきたいと思います。そして、続いてこちら、で、自由の翼エレンの特別ミッションも実施です。そのエレンをこう強くしていくには、こうたくさんの、ね、いろんな素材が必要なわけなんですけども、その素材も含めてですね、この、ね、ミッションでどん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 報酬としてもらえます。本当だ。そう、星5にランクアップするとバリスがもらえたり、星6にランクアップすると経験値の書がもらえたりと、いろんなものがもらえるので、結構もらえますね。結構もらえるので育てがいのあるエレンになってます。あ、だってファルナー5個、英雄のファルナー5個もらえるってことは、そう、あの限界突破もしやすいですね。そうなんです、非常にしやすいので、これはいいと思いますよ。すごく嬉しい。続いてこちら、どうぞ。優しい。みんな神運営って言ってる。超優しい運営なんです。ありがとうございます。すごいですよ、いつも。そうで、さらに冒険探進撃のオラリオの全ステージ、その初回クリア報酬っていうのがあるわけなんですけど、この初回クリア報酬でもこんだけたくさんの、いろんなね、アイテムがもらえるので、これらを全部総合すると、つまりって書いてあります。次どうぞ。このちょっとよくわからないぞ。ちょっとよくわからない。なんだなんだ、足し算と引き算、詳しく説明するのこれね、わからないぞ。あの運営スタッフの気持ちとしては、詳しく説明したいがために丁寧にやった方がいいが、なんかちょっと逆にわかりづらくねみたいなところももしかしたら、なるほど、始まりは親切心だったんですよ。親切心がちょっとね、行き過ぎるとこうなるっていう、ね、ちょっとあだとなっちゃったのかなみたいな、そうですね、なんですけど、ざっくり言うと、そう、つまり、やればやるほどいっぱいもらえるから、そんなに損しないよっていうことですね。なるほど。そう、アイテムを消費しちゃうけど、その分でもプラスになってるのが返ってきてるから、そう結果なくなるわけじゃないよと、プラスになってるのも実は多いよっていうところですね。なるほど。でさらにイベントガチャとかもあるんで、イベントを回るとさらに素材が手に入るんで、限りなくね、あのマイナスって書いてあるものに関してもだいぶ埋まると思いますんで、でこれ要約すると、次どうぞ。ようやくするイベントを遊ぶ特別ミッションをクリアすると、エレンを最大まで限界突破させることが簡単に、あ、簡単になるんだ。すごいプレゼンしてもらってる。一生懸命いろいろ伝えたかったんですよね。そう、でもワードで説明を受けてる気分で、会社の会議みたいな、伝えたかったんです。ダメも会議に、ダメも会議に参加しているからのようだ。ありがとうございます。ということで、おー、はい、大丈夫ですかね。大丈夫です、大丈夫です。というわけで、今回の徹底紹介情報は以上です。はい、いや、野沢さんありがとうございました。以上、進撃の巨人コラボ徹底紹介でした。続いてはこちらのコーナー行ってみましょう。ダメも最新情報、バイバイ。まあ、今までも最新情報っちゃ最新情報だったんですけれども、ここからはダンメモ全体に関する最新情報をお届けしてまいります。野沢さん、今日もお願いします。はい、それではですね、最新情報ですが、はい、こちらでもまだまだちょっと進撃のコラボに関するね、情報も続々出てきますね。皆さんお見逃しなくというところなんですが、ちょっと時系列順に、お伝えしていきたいと思います。ここからはまずですね、たくさんありますから、皆さんね、よく見て聞いていただきたいと思います。はい、まず10月31日明日から始まるものをお伝えしていきましょう。こちら、ドン、出た、また出た、また出た。分かったよ、分かった、分かった。大事なことだからね。大事だから大事だからこそね。そう、どんな気持ちでこんなことやっちゃってるかっていうね。どんな気持ちで、体が出ちゃったよ。すいません、伝わってほしいっていうことで。いや、でも本当に破格の待遇ですよ。
ですよこれ。すいません、また出しちゃいました。すごいすごいですからね。あの前回毎日1回無料ってのあったんですよ。そうですね、1回無料ありました。1回無料ありました。それをね大きく上回って1回からいきなり10回まで相当なジャンプだったんだよね、これね。すごい。刻んでも良かったですよね、3回とか5回。徐々に11年に近づいていくよとかね。確かに。いきなりもうね。そうですね。いやはい、ということで素晴らしい。はい、続いて明日始まるのこちら、はい、冒険探進撃のオラリオ、こちらね、ストーリーの方が、うん、コラボのストーリーの方が明日から始まりますので、自由の翼エレンを限界突破ぜひさせていただければと思います、はいはい、そして明日始まるイベントもう一つこちら、どうぞ。英雄試練調査兵団流修行組手前半ということで、ベル君とミカサの、キャラの絆をゲットしようということで、どちらか一つだけですね、はい、こちらもね前回のイベントから始まっておりますストーリー、どちらかの、絆を選べるという仕様になってますので、こちらの方も、ぜひチェックしてみてください、はい、で続いてこちらも10月31日どうぞ。はい、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、メモリアフレーゼ、こちらミナティブの配信者ランキングということになってます、期間は10月31日から11時から11月7日23時59分の間で、トップ10に入った配信者の方にはオラジオ公認配信者マークを付与ということで、12月31日まで表示できるオラジオ公認配信者のマークがもらえるということになってますんで、ミナティブ内のですねお知らせの方をぜひご覧いただければと思います、はい、はい、で続いてこちら、こちらもミラティブの、配信キャンペーンになります、ダーマチメモリアフレーゼで5分以上配信した人全員に、うん、イリス100個と育成セットをプレゼント。でさらに配信数3000突破で11連型チケット1枚をログインした人全員に。あら、ゲームにログインした人ですか。これはゲームにログインした人ですね。うそー、はい、誰でも、やばい、やばい、配信数が3000といいんです。おかしいんですよ、この何でもの上おかしいんですよ。そう、配信がね、みんなに心配になっちゃいますけど、みんなに、みんなに、みんなに。で、配信数3000突破以降、やばい、500増えるごとにジャガマル君を10個追加でもらえます。最大6日間、そう、最大6日間だから最大60個ですね。すごい。最大60個ジャガマル君もプレゼントということになってますんで、3500いったら10個ですね。3499とかだとジャガマル君もらえないんで。あ、いいですか。いや、これは余裕で、余裕でしょう。余裕ですかね。ダメモさん、いつもミラティブに関しては見誤ってるんで、低く水準をね、見積もっちゃうところあるんで、うん、大丈夫ですかね。これは余裕なのかな、ありがたい、ありがたいでしたもん。こちらのミラティブ内のお知らせをぜひチェックしていただければと思います。楽しみ。はい、で、続いて明日から始まるイベント、こちらどうぞ。はい、レコードバスターということで、リベリアがね、出てきます。これね、先ほどのね、ありましたね、ミカサ、確かに魔力上昇を解除、解除しちゃったり単体攻撃だったりするんで、ちょっとこのリベリアさんにもかなり有効な、刺さりそう、ね、キャラになるんじゃないかなと思います、うん、で、そしてもう一つこちら口頭でご説明させていただきますが、うん、明日からですね、ストーリースタミナが消費半減になりますので、うん、最近ね始めた方もメインストーリーと非常に進めやすい、形になっておりますので、はい、ぜひぜひ進めていただけると嬉しいなと思っております、はい、そして次の日11月1日に始まるのがこちらです、うん、どうぞ。コラボ記念ログインボーナス、うん、ちょっとまた怪しいの見つけちゃったんですけど。何ですか。一番最後に、どれ、一番最後に11年が来てるやつ、またあるよ。またか、またあった、またあった、何回11年させるんですか。本当ですよ、ゲットしていいのね。あれゲットさせていただきますよ、これ。これはよく見つけられました。あの、だって金色に、ね、見つかんないですよ、あれ。いや、見つかりますよ。でしょ、どんな木さんなんですよ。見つかるでしょ。マジですか。そうですね、11連が最後にはね配られます。すごい、そう、だから右から3つ目のやつは、はいはいはい、あれは昔のオラリオのお土産ですね。
あれで、ね、キャラクターたち親密度を上げられる。おコラボキャラの親密度が上げられる、はい、コラボキャラの親密度が上げられるアイテムです、ね、あれもゲットしていただける。実は過去のコラボキャラにも実は使える。昨日の旅にも使えたりもするんで、はい、皆さんいろいろ使っていただけると嬉しいなと思います、はい、で続いては11月2日今週金曜日のイベントですが、うん、こちらです、どうぞ。ランメモ Q。 え、なんですかちょっとこれ。ちょっと目当たってきましたけど、ちょっとね、むせちゃった。なんですかこれは。これなんだろう。え、番組11月2日金曜日20時スタート。これミナティブですね。ミナティブのクイズ番組を放映します。もちろん司会はあの人。誰教えて。すごい人。すごい人だ。すごい人だ。すみません。芸能人じゃない。誰ちょっと待って、ちょっと待って、広げるな。広げるな。すみません、私です。野田さんが、はい、私がね、あの断面のクイズをやらせていただきます。クイズに全問正解で、なんとイリス1万個を、みんなで山分け。正解をした方で山分けというイベントになってますんで、うん、はい、ぜひですね、皆さん1人しか正解できなかったらやばいですよ。1人だったら1万個ですよ。そうしたらすごいね。そう、とんでもないよ。でもそんなこともあるんですか、もしかすると。あ、どうですか、あれありえますよ、それは。そうですよね、わかんないですよね。これは初めての試みなんで、そうですよね。そもそもどれぐらいの方が来ていただけるかわからない。あ、なるほど。可能性としてはお一人しか来ない可能性だってあるんで。それは可能性ですよ。でもそしたらラッキーですよね。ラッキーですね。一人目ですもん。そうですよね。みんな見に行きましょう。拡散されないかもしれないですね、この情報ね。みんなね、心に。そっかそっか。みんなが見えるために。拡散していきましょう。ちょっとまずいですね。拡散してくださいね。そっか、それはあるかもな。はい、というわけで11月2日金曜日20時からスタートします、うん、ぜひ皆さん見に来ていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、で続いての情報は11月8日、はい、11月8日来週かな、11月8日からですけれども、こちらのイベントどうぞ。はい、第21回、アルティメットウォーゲームが11月8日からスタートします。で同日開催されるイベント続いてこちらどうぞ。はい、調査兵団入手よく見て後半、ということで後半の方ではリヴァイとアイズの期間限定キャラの絆をゲットできるということになってます。で、ツーズのどちらかですね、どちらかの絆をゲットできるということになってます。で続いて11月16日、また結構先になりますけども、ね、ここからのイベントこちらどうぞ。ついに来た。来ました、駆逐戦渓谷巨人大量襲来ということで、めっちゃいっぱいいますけどね。めっちゃ襲来してますね。はい、この駆逐戦がついに11月16日から始まります。ちょっとこの情報を若干詳しくご説明したいと思いますが、続いてこちらです。はい、ファミリアを育ててファミリアで戦おうということで、このね10月からスタートしましたファミリア機能ですけれども、今皆さんですねファミリアをね集めていただいているかなと思うんですが、そのファミリアで行うことのできる初めてのイベントが、なんとこの進撃の巨人コラボでスタートするということになっています。でコラボの開始自体は10月31日からなんですが、この駆逐戦に関しては11月16日からになりますので、それまでにぜひこの進撃の巨人コラボイベントを楽しんでいただいて、そこで、ファミリアのですねランキングイベントへの備えをしていただきたいなと思ってます。チームの絆をね、そうですね、チームの絆を高めつつファミリアスキルもねぜひこちら開放していっていただきたいわけなんです。これ前回ねちょっとヒントをお出ししましたけれども、はい、今回のその駆逐戦で有効な属性が実はありまして、この断面もいくつかね属性あるんですけど、はい、まあ、その中でも、まあ、ちょっとあのね暗い感じの、もうさっきのキャラ見たら一目瞭然だと思うんですけど。そうですか。ちょ暗い感じのちょっとなだだだダークな感じな、もう言っちゃってるそれはもうそれはもうほぼ答えですね、言ってますか、うん、というのと、 あと何でしたっけ、あとちょっと緑っぽいやつ。緑っぽいやつ、わかりやすいな、なんかこうなんてペパーミントショックっていうか、うん、風だよ風だよ風だ風と闇だ。さっきのね、ステータス見たらわかるだろ。
辺のあのスキルが、うん、あのね有効ですのでぜひ備えをしておいていただけるとコラボキャラが大活躍する、ね、そういうことじゃないですかね、はい、嬉しいなと思ってますので、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、で続いての情報こちら、はい、駆逐船ですけれども、駆逐船はですね、うんうん、一応あのこの期間中に3体の敵が登場します。でそれぞれノーマル、ハード、ベリーハードと難易度がどんどん上がっていきますんで、うん、ぜひその間にねファミリア間でいろいろ情報連携していただいて、どんどんこう強いキャラに、ね、対抗できるようにレベルアップしていっていただけると嬉しいなと思ってます。はい、で続いてがこちら、駆逐船の特別ルール。駆逐船のイベント期間中ファミリアの団員は脱退追放ができません。同様に解散もできません。ただし結成や入団は可能ですということになってますんで、うん、皆まで言うまいやめろ不穏な空気出すなよやめたまえ。そんなギスギスしてないですから、ギスギスしないで、皆さんギスギスしないでください。まだスタンプチャートしかできない段階なのね。ちゃんとイベントまでにみんな仲良く仲良くファミリアの絆をねちゃんとこう温めておいていただきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、というわけでファミリア機能の最後まとめですが、どうぞこちら。はい、今後もファミリアに新機能が続々実装されるということになっています。はい、今ファミリアのバリスのですねちょっとキャップもこの後ちょっと追加させていただこうかなと思ってます。今結構バリスをねちょっとこう無限にね今こう寄付していただいている方も多くいらっしゃると思うので、若干最近不安になられてる方もちょっとどこまでやればいいんだろうみたいなところもあるんで、若干そのキャップもご用意させていただけると嬉しいなと思っております。というわけで、そうですね、ファミリアの機能、駆逐船に関しては以上ですね。でそして最後こちらどうぞ。ダメも進撃の巨人3大ポイントでまた来た、また出た、どんだけ押してる、すごい、すごい、押し押し、すいません、でも忘れず明日絶対回してねってことです。確かに、でも忘れられないですよ、こうして重大な情報、お願いだから明日絶対来てと、コラボしてるかのようすごい、本当ですね、ぜひお願いします。はい、でもちろんエレンももらえちゃいますし、エレンもめっちゃね成長させられますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今週の最新情報は以上です。はい、野沢さん、ありがとうございました。以上ダンメモ最新情報でした。ではここで番組からお知らせです。はい、劇場版男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、オリオンの矢の劇場公開日が決定しました。はい、2019年2月15日金曜日よりご覧の劇場で公開が決定しております。はい、さらに劇場前売り券ムビチケカード第1弾が発売中でございます。特典は A3 両面ポスター、洋画のポスターをイメージしたおしゃれなポスターです。ムビチケカードおよび特典は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、お早めにゲットしてくださいね。公開をお楽しみに。はい、おい、続いてダンマチの LINE スタンプが現在好評配信中です。 LINE スタンプショップ内でダンマチと検索するとダンマチフェスティアファミリアスタンプで出てきますよ。デフォルメされたキャラクターたちがとってもキュートなので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、はい、そして男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、原作シリーズ累計発行部数がなんと1000万部を突破しました。出たい、すごい。そして原作小説最新第13巻は好評発売中です。さらに最新第14巻12月15日頃に発売決定。はい、コミックス9巻ソードオラトリア原作小説最新10巻ともに好評発売中です。ドラマ CD 付き限定特装版もありますのでチェックしてみてくださいね。はい、続いて男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかと、ソードオラトリアの一気見ブルーレイが12月19日水曜日に発売決定でございます。こちら価格はですね9800円プラス税となっております。1枚のディスクで全話が見られる、とってもお得なブルーレイですので、ぜひ映画の前にこちら復習がてら見ていただいてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。はい、では
樹脂川さん、何か告知ございますでしょうか。一応じゃあ進撃できてるので、はいはい、進撃の巨人のシーズン3の後半は、2019年4月から NHK で放送が決まってますので、皆さん楽しみにしていてください。楽しみに、皆さん、はい、絶対見てください。ありがとうございます。はい、では最後にチャンネル登録のお知らせです。はい、はい、ダンメモ公式チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録をすると動画や生放送が始まる際に通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さんのチャンネル登録お待ちしてます。お待ちしてます。いや楽しかったです。ありがとうございます。いやもう、いや、あのだって、あの木村純ちゃんともリエーション、はい、リエーションって勝手に呼んでてますけど、いやもうめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そう、そんなにまだお話ししたことがなかったんですけど、なんかすごいドキドキしてたんですけど、なんかここに来たらなんか癒されるみたいな。あとあの運営さんが神だということが今日すごく伝わるので、ありがとうございます。これはみんなに遊んでほしいなと思いました。あ、ありがとう、はい、進撃コラボぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひぜひ石川さんも明日ガチャ11連ガチャ11連早速聞きたいと思います。はい、野沢さん、今日も情報盛りだくさんでしたが、いかがでしたか。はい、そうですね、ではちょっといっぱいあったので振り返りたいと思います。こちらです、どうぞ。はい、すごいね、10月31日に明日からね、いよいよ、ね、進撃のコラボイベント始まります。たくさんいろんなことが起きますんでね、こちらぜひ皆さんチェックしていただけると嬉しいと思います。で、11月1日にはコラボ記念ログインボーナス、11月2日には断面も9、11月8日にはですね、ユーシレイヤー、アルティメットボーゲームと始まります。11月16日にはついにファミリア館ランキングイベント駆逐戦も開始されるということになってますんでね、はい、ものすごいコラボイベントに今回めちゃくちゃ大掛かりなイベントになってますんで、はい、ちょっと楽しみだなと。今日ね、その楽しい感じの一編を皆さんにお伝えできたんじゃないかなと。はい、いやもう十分伝わったと思います。またちょっと今日は豪華なメンバーで、お送りできたんで、はい、ぜひ皆さんにもね、この楽しみを、これから3週間ぐらいバーッとね、コラボイベントやりますので、ぜひバリバリ楽しんでいただきたいと思ってます。はい、はいはい、ということで引き続き私たちも公式チャンネルを盛り上げていきますので、よろしくお願いいたします。ゲームをまだプレイしたことのない方はぜひダウンロードしてみてくださいね。次回の放送は、1週間お休みをいただきまして、11月13日火曜日の20時からの放送となります。はい、そのね、次回はリエーションもいますからね。はい、時間などの変更などありましたら公式ツイッターなどでもお知らせしますので、こちらフォローよろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日は石川さん来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。嬉しい。ということで本日はご視聴いただき皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。